お疲れ様ですあのやっぱりねこれで自分の思い通りにほぼ生きてるなと思ったら他の人のアドバイスってのは確かに耳を傾けるんですけどもいや人のこと言うよりお前どうなんだみたいなことがあったりとかしますねで生きることにちなんで言うと、うん、なんか猫ちゃんとか動物たちってね本当にこの瞬間瞬間で生きていて5年後とか10年後とか30年後とか老後の心配2000万円とかやってないですよね で私たちももしかしたら、今を精一杯生きるってことは、将来に何の保証もないっていうことを受けれないといけないのかなと思うんですよ。だから老後の貯金をするとかね、年金をどうとかって。なんか、まだ来てない未来のために、今日をものすごく損してるような気もするんですよね。うん。ちなみにドラえもんですけども、出来すぎくんね。出来すぎくんってのは、なぜか、あの、ドラえもんのいつものメンバーの中に入ってるようで入ってないんですよ。 たまーにふらりと現れて、できすぎくんが頭がいい知恵をポンと授けてくれるんですけども、じゃあ映画版で一緒に旅するかっつったら旅しないんですよね。で、普段、このレギュラーの5人メンバーが出てるところに、いつも6人目として出てるかっつったら出てないんですよ。じゃあ普段どうしてるんやってことですけども、実はね、できすぎくんって、のび太くんが通ってる学校の中では、まあ、エリート中のエリートなんですよ。で、性格もいいんですよ。 性格がいいから普段は他の学校のトップのやつとこうねつるんでるんだけどもそこで秀才グループの一員としてつるんでるんだけどもでも自分の学校の同級生とも仲良くするっていう包容力を持ってるんですよねだからたまーに来て肝心な時にいないみたいなのを繰り返すんですよねそういう意味で言うと分け隔てなくレベルの低い人とも付き合うしでも自分の希望としては 人生のためにレベルの高い人との付き合いも欠かさないみたいな感じで将来的には総理大臣になってますからね。出来すぎくんね。出来すぎやろお前みたいな感じですよね。<laughs> ええ。で、スネ吉っていうのはね、本当にね、たまに出てくるんですけども、すごいんですよ。あの、スネ吉が将来、その、京都工業大学かどっかっていうね、ところの秀才っていう体でいるんですけども、将来ドラえもんの開発者になるんじゃないかなというふうな噂もあるぐらいね。 ドラえもんも掘り下げていくとね、なかなか面白いです。出来すぎでした。いってらっしゃい。